北チャンネルのセイラとはるかです。こう男性と結婚もしたし、その前に男性と10人以上付き合ってて、10人以上まあ女性しか無理なんだって気づいたのは27の時。どういう関係ですかみたいなのを聞かれて、でパートナーですって2回ぐらい言ったんですけど、あ、お姉さんなんですねみたいな感じでさらっと流された。だけど逆にこの間大阪の古着屋さん行った時に、え、素敵ですねみたいな、別に変わってることをしてると思ってないから、うん、なんかそうやって受け入れてくれるとやっぱり嬉しいなっていう気持ちになりますね。結婚が当たり前とか、女性はいつか子供産むからねとか言われると残念な気持ちになる。幸せって人それぞれだよっていうのをもっと広めていきたい。誰を好きになると、うん、別にその人の格好だから、うんうん、なんかそれはそれでいいじゃんって思う、うんうんうん